今日は、えー、これも以前からリクエストもありましてでまた、えー、私から韓国語を勉強する生徒から質問もありましたが韓国では刑務所から出所すると豆腐を食べるという質問だったんですね、えー、皆さんも韓国ドラマとか映画を見てみるとかなり気になった場面だと思います えー、一旦結論から言ってみますと、えー、実は韓国の文化といいますかね、一つになっています。えー、基本、何か、えー、刑務所から出たら豆腐を食べないといけないみたいな、えー、そういった文化、正直にありますね。まあ、悪い文化というか、例えば、ね、韓国の学校に不満を持っている学生たちが 学校という刑務所から卒業というパフォーマンスで豆腐を食べたりするなど、バッターは政治的な関係で刑務所にいた国会議員が 支持者のみんなの前で豆腐を食べるなどイメージ的には悪いイメージではないんです私は刑務所にいたことないから詳しくはわかりませんが別に豆腐を食べるからといって悪いイメージではなくみんなお遊びとかで使えるようなまあ、そういった軽い感じのまあ、ある意味では文化ですね じゃあ、では、一旦まず、刑務所を出所した人は、どうして豆腐を食べるのか、それから見ていきましょう。始まる前に、豆腐は韓国語でトゥブと言います。皆さん、スンドゥブチゲって、最近日本で流行ってますよね。食べたことありますかスンドゥブのトゥブが豆腐という意味なので、 まあせっかくなんで覚えてください。じゃあでは話をしてみますと、実際はこれですというはっきりした説はないんです。4つぐらい私が絞ってみましたが、まずは刑務所のご飯が豆ご飯だから。 えー、昔の韓国は夢が足りなかったので、刑務所まで、えー、お米をたっぷりあげる余裕はなかったでしょう。なので、半分以上が豆だったらしいんですよ。えー、その時に、えー、豆たっぷりの豆腐を食べて、もう二度と、もう豆腐飽きるでしょもう二度と刑務所行くなという気持ちで、えー、豆腐をあげる文化ができたという説があります。 または、これと関連性がある説なんですが、韓国の警察庁によりますと、栄養問題があったらしいですね。今は、まあ、皆さんが見ている写真ぐらいじゃないけど、1960年代とか70年代でしたら、今皆さんが見ているナムルぐらいしかおかずがなかったらしいです。例えば、1年ぐらい刑務所で生活することになったら、どうしても体全体に栄養が足りなくなりますよね。 その時に出所していきなり栄養の良い食事をするとお腹を壊すので、まずは豆腐から与えたというのが韓国の警察庁の公式の説です。これもはっきり理由ではないですよ。説なんですよ。なのでこれも一旦参考してください。で、または罪を消し去り真っ白になれという意味もあるんです。 真っ白の豆腐を食べて、もう二度と行くなという、あなたは真っ白の人にリセットするんだよという気持ちで与えたという説もあります。最後に、朝鮮時代から伝統というのもあります。昔朝鮮ででは占いで あなた今年は刑務所行くかもしれないよという結果が出たら厄払いとして豆腐を食べた文化があったらしいですよ。えー、刑務所の出所してから豆腐を食べるわけじゃなくて、えー、そもそも朝鮮時代は一回刑務所入ったら 歩いて帰れるぐらいの状況で出所できないですね、まあ、豆腐を食べる力もないと思いますが、えー、そもそもその刑務所に入らないように豆腐を食べていたという説がありまして、えー、とにかくまとめてみたら先ほどいた1から今4まで4つぐらいに絞ることができます正式には分かりませんがこういった話があることを覚えてください とにかく、ここで言えるのは、刑務所から出所するときに豆腐を食べる文化はあり、これは韓国人みんなが冗談でも使えるくらいは普通の文化ということを覚えてください。じゃあ、では、 各豆腐のことを勉強しているので、豆腐の歴史も少し見ていきましょう。朝鮮半島初めて豆腐の記録があるのは古来で、皆さんがドラマで見ていたチョンチューテイフのドラマの時期です。なので、およそ927年から989年の間に豆腐が入ってきたと思います。 えー、豆腐はおそらく中国またはモンゴルで作られたといいますので、えー、中国、まあ、モンゴル土地がとにかく豆腐が開発されてそれが、えー、す,ぐすぐ朝鮮半島に輸入されたというのが分かります。 えー、そして、豆腐の記録は、えー、朝鮮の時代にも確認できます。四大王の清條大王の時期の話なんですが、当時の明の後代の皇帝に、 朝鮮がが報告することがあって、えー、官僚を送りましたでその時にこの官僚の食事を担当する付き添いの朝鮮の料理人もいてこの料理人が、えー、この官僚たちが泊まっている宿で朝鮮の豆腐を作ってみんなにごちそうしたらしいですよそれがまあ何かの理由でみんな五大皇帝までその豆腐を食べることになったらしいですねここの皇帝はこれを食べて で絶賛をしてこの先民であった料理人に中国の感触を与えたらしいです。もちろん名誉感触だと思いますが、便の皇帝はそれほど感動したのではないかなと思います。で、この話はここで終わりません。その6年後の話なんですがある日、便から皇帝から連絡が来るんですよ。それを聞いた清張大夫はびっくりするでしょう。 今から朝鮮と民の関係のとても大事なお知らせがあったのかなと思って清尊大王はとっても緊張してその話を聞きますが内容が今回、えー、民に来た朝鮮の料理人もいいけど6年前の人の豆腐が良かったよっていう 内容だったらしいです当時、えー、民からとても大事な話が来ると思った異性状態の気持ちはどうだったでしょう、まあ、こういった可愛いエピソードもありました。 そして、文六の駅の時、朝鮮の中期にも東風の記録がありますが、当時、日本からの攻撃によってとても大変な状況になった朝鮮とそれを助けていた民との話です。ある日、朝鮮の14代を尊上が民の皇帝に手紙を送ります。内容は皇帝陛下。 えー、あなたが送ってくれた軍隊はとても感謝しますがあの軍人が民間人から食事を略奪していますという内容でしたそれを聞いた瓶の皇帝はそれは仕方ないですなぜかと言ったら 朝鮮で食事を買えといって、兵士たちに銀を持たせたのに、朝鮮は銀で取引をするシステムが整ってなかったので、朝鮮の人々は、民の人がお金を払おうとしても、それはもらわずお米を渡さなかったので、奪うしかなかったという内容でした。それで、三長はどうしたらいいでしょうかと言ったら、民の皇帝は、 考えてみたらあなたたちのためにうちの軍隊がいてるんじゃないか。 後半ぐらいは朝鮮が作ってくれという話をして、それまた条件をつけます。その条件というのは、豆腐は毎食出してという話でした。それを聞いた村女は、豆腐ですかと言ったら、朝鮮の豆腐は美味しいから、それを食べたら兵士も元気出すよという話でしたね。それで、まあ村女としては仕方ないでしょう。自分たちのために切っている軍隊が豆腐が食べたいと言うから、 えー、ただ、昔なので豆は多かったんですが豆腐を作るというのはかなりお金がかかったらしいです。えー、結局、この約束通り、瓶の軍隊には、えー、これ、皆さんが見ているのは当時の兵士、一般兵士の食事ですが、瓶の軍隊には必ず、えー エビの漬物と豆腐が提供されてこれによって食事代を減らさないといけない朝鮮軍の食事は醤油と何も入ってなかった スープだけだったらしいです。結局、朝鮮軍も自分たちの国、まあ、結局、尊女という王のために戦っているのに、ご飯もこんな感じだったら、えー、どんな気持ちだったでしょう。自分は何も入ってない美味しくないスープと醤油でご飯を食べているんだけど、隣のテントの民軍はエビと豆腐を食べている。これ、式だいぶ落ちちゃいますよね。 えー、じゃあ、とにかくその後なんですが、韓国は戦後、えー、やっぱり皆さんもわかると思いますが、なかなか食事がなかったので、当時は韓国料理のいろんな料理は味より量が大事だったんです。えー、なので、豆腐がそのまま美味しくなかったので、チゲという料理に豆腐を入れるのが流行ります。 その後、韓国経済発展に料理、豆腐もおいしくなって、えー、皆さんが見ている豆腐、キムチなどの料理がおいしくなりました。その以前も食べないわけではなかったんですが、えー、私の子供の時の記憶を考えてみると、豆腐ってあんまりおいしくなかったんですが、えー、久々に韓国に戻ってみると、豆腐がだいぶおいしくなっていました。なので、この豆腐、キムチもとてもおいしかったんですね。ちなみに皆さんが、えー、もちろん私も朝鮮の当時のおいしい豆腐な 味ががかりませんが韓国の美味しい豆腐を食べた、いた場合はやっぱり地方とかにある職人が作っている豆腐が一番美味しいんですがそれは正直現実的に無理なので、えー、スーパーで皆さんがもしかした豆腐を買いたい場合は私が写真に出しているこの豆腐が私は個人的に一番美味しかったんですよシーゼイという会社のチョンドゥブですね えー、もしかして韓国のスーパーにいらっしゃることがありましたらチェックしてみてくださいね、えー、今日の話はここまでですで私は個人的に、えー、昔の記憶で、えー、初めて日本に行って、えー、韓国当時韓国の豆腐はあまり美味しくなかった記憶があったので初めて、えー、沖縄の豆腐を食べても,ものすごく美味しいと思った記憶があります 多分、えー、中国の皇帝もこんな気持ちだったんでしょうか。で、それ以外にも、えー、日本の味噌汁に入っている素朴な豆腐なども好きですね。えー、日本に戻ったら、ぜひまた大きな豆腐を食べてみたいなと思います。今日も聞いてくれて、ちんちゃちんちゃこまわよ。여러분、あんにょーん。